今日は今回のプレゼントのこちらモレリア NEO3 の抽選当選者発表をしたいと思います。抽選方法は、まあ、プレゼント動画でも説明した通り、まあ、こちらのサイズとインスタにコメントしてもらったサイズと、まあ、会った人の中からルーレットで抽選していきたいと思います。今回応募条件が、まあ、何個かあったんですが、まあ、残念ながらその条件を満たしてない人がいたので、まあ、今回その方は、まあ、省いて抽選をしていきたいと思います。当選された方はこの動画を見た後に自分のインスタに DM をしてもらって、そちらでやり取りができたらいいかなと思います。ただ期限としてこの動画が公開されてから3日経過後も、まあ、自分に DM がなかった場合、繰り上げ当選という形で他の方に譲りたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。そしてこちらモレリア NEO3 のサイズが 26.5cm で、30名の方が応募してくれたので、その30名の中からルーレット抽選で当選者を決めていきたいと思います。30名になるので、30名を3ブロック、10名10名10名に分けて、各ブロック2名の計6名で、まあ、最終ブロック当選者を決めていきたいと思います。ではコメントしてくれた順に第1ブロックから抽選していきたいと思います。では第1ブロック、まず2名決めていきたいと思います。第1ブロック1人目この方になります。では第1ブロック2人目を決めていきたいと思います。で第1ブロックはこの2方が最終ブロックに進みます。で第2ブロックも2名決めていきたいと思います。第2ブロック1人目はこの方になります。では第2ブロック2人目を決めていきたいと思います。第2ブロック2人目はこの方です。第2ブロックからはこの2名が最終ブロックに進みます。では最後第3ブロック2名決めていきたいと思います。第3ブロック1人目はこの方です。では第3ブロック2人目を決めていきたいと思います。第3ブロック2人目はこの方です。第3ブロックからはこの2名が最終ブロックに進みます。では最終ブロック進出した6名の中からこちらモレリア NEO3、まあ、当選者を決めていきたいと思います。ではいきます。モレリア NEO3、まあ、当選者この方になります。まあ、今の方から、まあ、3日経過後も、まあ、連絡がなかった場合に備えて、まあ、繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。繰り上げ当選者はこの方です。繰り上げ当選者はこの方です。当選された方はこの抽選動画を見た後に、まあ、自分のインスタに、まあ、DM をしてもらって、まあ、そちらでやり取りができたらいいかなと思います。ただ先ほども言いましたが、この動画が公開されてから、
まあ、3日経過後も自分に DM 連絡がなかった場合、まあ、繰り上げ当選という形で先ほどの繰り上げ当選者にお譲りしたいと思います。今回はこちらモレリアネオ3がプレゼントになりましたが、今後もプレゼント企画はやっていきたいと思うので、まあ、欲しいスパイクだったりサッカー用品だったりをコメントなどで教えてくれたらありがたいかなと思います。